コメディアンのキムヘソンが真っ青なあざを公開してファンたちを驚かせた。キムヘソンは25日午後、個人 SNS に殴られていません。治療中ですと、イゲタ個人 PT を最も長く登録している理由という文を書いた。続いて彼女は単純に重量だけするのではなく、痛いところも治療してくださって、年齢を離れて運動の基本、人生も学ぶ点が多くて、尊敬します。そして、ありがとうございます。私の先生と感謝の気持ちを伝えた。しかし、温かい文とは異なり、写真は衝撃的だ。写真の中のキムヘソンの首から肩につながるラインが真っ青足になっている。治療中という彼の説明にも多くのファンは驚いた。2011年 KBS 26期公開採用コメディアンとして芸能界に足を入れたキムヘソンは、KBS にテレビギャグコンサートで活躍した。2018年には、ドイツ留学当時出会った3歳年下のステファン・ジゲルと結婚式を挙げた。8月には、大会に出てスポーツモデルシニア1位に上がって話題を集めた。今夜生放送の日テレベストアーティスト2020タイムテーブル。19時代、ジェジュン、TXT、20。20時代、アイズワン、20。21時代、BTS、防弾少年団。BTS、防弾少年団の母パンシヒョク氏、パン屋の商標登録が話題。韓国の東大ソウル大学の美学科を卒業。JYP で作曲家として成功。独立してバイウィット創業当時、失敗するとパン屋をやると公言。防弾が大成功し、バイウィットが上場したのに、パン屋バング&ベーカースを商標登録。BTS、防弾少年団シュガー。予言力が話題。2015年の番組、夢は大きく、チャムシルオモ競技場で公演、2018年に実現。2018年の記者会見、ビルボア RD、グラミー賞、スタジアムツアーが目標、2019年本日に実現。ファンサイン会でシュガーに宝くじ番号を聞いたファンが100万ウォン当選。